どうもお疲れ様です。えー、めさん。えー、本当にね、おかげさまでメインチャンネルに復活させていただきました。えー、そしてね、初日なんですけどもね、小島さん来なかったですね。あの、小島さんね、本当にね、アンチ活動するなら、うん、検索して私のチャンネルをね、たどり着くぐらいのことしてもらいたいなと思うわけですけども、なかなかそうもいかないみたいですね。小島さんには小島さんの、まあ、時間と楽しみ方がありますからね。 はい、でねやっぱり私サブチャンネルからメインチャンネルの方に移ってメインチャンネルなら見てくれるっていう方がねいらっしゃって久しぶりみたいな感じでコメント何件かいただきましたけどもまあそれもねそれですよね、はい、でね今日お話したいのはその YouTube のチャンネル上ってさらに難しくなったなと感じてる時代ですねまああの地上波ですら見られなくなってきた時代に私たち個人が そういった伝統的なテテレビメディアコンテンツもしくはオリジナルビデオその他のいわゆるずっとプロでやってきた方ねそういった方に勝てる方法としたら何があるかなっていったらやっぱりそのマスメディア伝統的なマスメディアっていうのは視聴率っていうものとかね広告とか予算っていうものがどうしても根底にありますから。 大多数の人に響くものをやっていくとかね。どちらかというと、少数派の意見とか、大と小っていう風に選択肢があった時に、小はやっぱ選べないんですよね。えー、第一に来るのが、まあ、売り上げってやつですからね。で、私たち、えー、個人でやってる YouTuber っていうのは、どちらかというと、ものすごく小さな意見にスポットを当てるとこ、当てることができるのかなというところですね。うん。だから役割の違いなのかなと。うん、あの、数字を、 出せる人ってのは YouTube でもチャンネル登録100万人とかね、再生数何万とか何十万っていう、まあそういった方に、えー、多くの大多数の意見を任しておいて、私たちは独特で少数派、普段取り上げられることのない、どちらかというとね、そんな話ってあるのかよみたいなね、そんな小さな声を上げていくことによってね、えー、1億人、1億ジャンルってものができるのかなと思います。他では、 やっぱりこう、伝えられないこととかね。他では出会えない考え方とかね。そういったものに、これからも終始していこうと思います。ですんで、少数決ですね。少数決に行ってみようって感じでございます。今日もよろしくお願いします。